Welcome to the Chowpy channel! Please enjoy today's video! ネッツトヨタなら、ユーカー東生駒店です。今回は中古車の保証、特にハイブリッド保証について紹介したいと思います。友達がトヨタのハイブリッドカーを探してるんですけれども、保証ってどういった感じなんですかね？トヨタの認定中古車には、ロングラン保証っていう保証と、ハイブリッド保証っていう保証がついてます。それってどれくらい保証期間見てくれるんですか？ロングラン保証ですが、基本保証が、無料で1年間、走行距離無制限でついてきます。延長保証として、プラス1年プラス2年、最長3年間、保証を延長することができます。ね、中古車のハイブリッド保証、こちらは、初年度登録から、10年間、もしくは、走行距離20万キロまで、保証がありますので、安心して乗っていただくことができます。そんなに長く保証がついてるんですね。そうなんです。実際ハイブリッド機構が壊れた時って、どれぐらい費用かかるんですかね？はい。実際にハイブリッドの、修理になった場合ですね、先ほどお話ししたハイブリッド保証があれば保証が可能になるんですが、例えばハイブリッドバッテリーですね、交換を必要となりますと、だいたい12万円ぐらいから、車によったら約20万円ぐらいの修理代がかかります。で、そこもハイブリッド保証があれば保証に入っておりますし、走行距離も20万キロまで、保証されますので、たくさん距離を乗る方でも安心して乗っていただくことができると思います。ということは、初度登録から年数が経っているお車だと保証期間が短くなってしまうんですね。そこなんですけれども、例えば9年目のお車ですね、ロングラン保証が、基本保証が、1年ついてまして、あくまでハイブリッド保証っていうのは、それが終わったところから3年間っていう形になりますので、その場合でしたら13年目まで保証が続くことになります。さらに、保証延長で2年間保証をつけておられた場合ですね、12年目までロングラン保証がありますので、そこからまた3年間ハイブリッド保証がある形になりますので、15年目まで最長、保証がある、そういう状況になります。安心してなれますね。そうですね。トヨタ認定中古車はしっかりとした保証がついてますので安心してください。たくさんの中古車をご用意して来店をお待ちしております。Thank you for watching and subscribe to our channel.